4600。体重がだから今日あります健康チェックの。あ、はい、ありますよ。ちょっと出してもらいます。硬いぐらい。そうでも硬いぐらいですね。一つにもまあ S って書いてあるんですけど、うん、まあほとんどもう硬くて、あでちょっと先っぽだけまあ緩いのが入ってたぐらい。なるほど。特にまあ元気は元気なんですけど。で食べるのをしっかり食べてるわけね。そうですね。だからまあそうね。じゃあよかったね。帰ってきて次のというか、で体重が4604.6kgです。はい。だからこの間が、10月19日が 4.5、はい、一番最初が 4.4、はい、ですから、はい、食うために100です。だからうんちが固まってきて自分食べたものがちゃんと吸収されて、消化吸収されてるのかなと思いますね。まだあのあれ療法所からいます消化器の。あ、います。はい、うん。もういいうんちが1週間ぐらいの続くまでそれさせてください。はい、それでだんだんまた元のご飯に戻すなりしてもらった方がいいかな。あ、わかりました。はい。からもう薬は終わってますよね。飲み干しました。はい。口が見える。そうか。じゃあね。今日はもう点滴とかしませんから、はい、デンタルケアを始め、はい、口のことをちょっとやりましょう、はい、口に4分で、まだ私歯ブラシも歯磨きも出してないですよね。そうですね。このヘッドのちっちゃいやつと、はい、この歯磨きペーストを出しますから、はい、今ちょっと私ブラッシングしますけど、お家では舐めさせてほしいんですよ。まずはやり方言いますんでね、はい、まずは歯の外側を優しくね。あんまり強くだと出血するかもしれないから、歯の外側へと。この子全然優しくないから、歯の方で優しく。ちょっと、腰ちょっと溶かそうです。ちょっとこちらに移ってさ、コンディショナー。それ T3 これでいいや。ちょっとおかけください。ちょっと溶かしてもらいますね。はい、でデンタルケアの進め方をちょっとお話ししたいので、よいしょっと、はい、なんか溶かしておいてね。時間待って、もし10分超えたら、はい、知らませて見ようということは歯周病があるんです。
それでこれができたら右下だけど、名前を呼んで、アイコンだったと、アイコンとことができた瞬間にハンドキーを入れましょう。では、これができることを評価するという。ここにおいでって言って、来たら、ハンドキー入れましょう。だからこれ食事前にやってプレートトレーニング。プレートトレーニング。プレートってハウスっていうことなんですよ。ハウスって言ったらハウスができる。やり方はこのオイデアができたらいいんですよ。オイデアってハンドフィーディングしますよね。これがハウスだと、なんか途中ながらあるんですよね。カリンちゃんが見せる前で、なんかちっちゃな器にフード入れて、ハウスに入れてください。で、ここで2、3秒待たせる。入って食べたい気分が決まったところでハウスって言ってどっか行っちゃうかもしれないけど、吐いて食べるかもしれないですね。吐いて食べたらまた強化。そこでまたすかさず僕はハンドクリームです。第1回。で、その後は真ん中辺に置く。奥の方に置いて数秒待たして。どっか行ったらダメ言うと吐いて食べてくれたら、ご褒美あげたら。最後は何もなせ、ちょっと待たしといて2、3秒。ハウスって言って、ここであげる。吐いてくれたらすぐご褒美あげたら。ということをやってください。で、多分おいでって言って多分来て食べてくれると思うから、必ずおいでって言ってご褒美を入れてもらってください。ここで例えばデンタルケアとかね、ブラッシングとかですね。で、デンタルケア終わったらまたご褒美をあげてください。それで進め方ですけども、これ前後は絶対やると思うんです。私がまず試させる、CT って言うんですけどね、ブシャルティーハンドを試させる。まあ大体3日から1週間とか、おいでしてただ試させるですね。で、これが舐めれるようになったら、このナズルコントロールといって、顔をこうやって持ってほしいんですよ。こうやって持ってたんですよ。だから、ナズルコントロールをして、舐めさせる。また3日から1週間。そしたらここでやっとマズルコントロールし、このブラッシングが始まります。ブラッシングは前歯だけ取り入れます。前歯だけ1、2秒前歯のことを摂取って言うんですけども、摂取を1、2秒またはまあ3日から1週間。さあ次は奥歯、臼歯、左右にありますから、で臼歯もね、前臼歯と後臼歯とありますので、奥歯の奥歯1、2秒でも1、2秒で左右ありますからね。また3回します。そうしたらこれで多分6秒ぐらいできてるのようになってるから、これを倍々に増やす。で、なんとかまずは30秒以上できるように、外側だけ見ます。で、まず歯の外側の表面ですね。で、表面30秒できるようになったら、歯ブラシを、今日出す歯ブラシじゃなくて、人間の歯ブラシ買ってください。柔らかめのやつで、こう二重になってるやつが。